ちょっとここでですね、コロナ戦争に関して一つだけ話しておきます。コロナ戦争というのはう僕だけが言ってた言葉なんですけども、最近はま言ってる人もだんだん増えてきてます。今話したですね、ルキズムの変化ですね。正しいものは美しい。 汚いもの、不潔なものは正しくないっていうのは、コロナ戦争前からの変化でしたで。コロナ戦争とは何かというと、僕は第三次世界大戦だと思ってるんですけども、世界大戦っていうのは、大体4年続くと、第二次世界大戦も第二次世界大戦も、大体4年続いたからですね。僕もこの第三次世界大戦ですね。今、僕ら真っ只中にいるコロナ戦争も、4年続くと思ってます。で、今、2年目です。折り返し地点ですね。なので、あと2年はこれが続くだろうと。 だから、いつかコロナが終わったらっていう、あのですね、というのは、僕は少なくともあと2年後の話だというふうに思っているんですけども、第2大次大戦も、第次大戦もですね、だいたい四年続いてですね。その前と後では、価値観が大きく変わったんですね。例えば、あの日本では、第二次大戦の前っていうのはですね。天皇と国家への忠誠心の時代だったんですね。それは別に、明治時代、大正時代はあんまりなかった。天皇や国家への忠誠心っていうのが。 やけに盛り上がっていったのがです、ね、第二次大戦前の日本の社会なんですけども大戦後はいきなりです、ね、個人主義とリベラリズムの時代になりました個人主義はまあ言わなくても大丈夫でしょうけどリベラリズムというのは何かっていうとリベラル・自由ですね。自由というのが一番大事全てに優先してです、ね、他人の自由も大事である 自分の自由も大事なんだけど他人の自由も大事にしなければいけないとこの考え方がリ、まあ、リベラリズムだだと思ってください。戦前はですね第二次大戦前はリベラリズムっていうのは当たり前じゃなかったので世界中のよその国で国民が自由かどうかっていうのを、ね、日本人はあんまり気にしなかったんですよね。ところがです、ね、戦後はです、ね、世界中のどっかで、 ウイグルで,です、ね、中国政府によってウイグル人がダンスされてるとかです、ね、モンゴルがダンスされてるとかです、ね、チベットがダンスされてるとか聞くと間違ってると僕らは感じちゃうわけですね。それは宣伝の社会では一部社会的に意識が高い人はあったんですけども基本的に日本国民はそれぞれの国はそれぞれの国の自由があるだろうし自由っていうのをそんなにみんなが主張しだしたら国家が保てないじゃないのかぐらいの意識があったんでよそので 国民があんまり自由かどうかというのはどうでもよかったんですけど今の僕らはリベラルな世界の中に生きていてリベラリズムという価値観を持っているのでどっかの国で自由がなんか侵されていたら自由がなかったらそれはいけないことだというふうに感じちゃうんですね。これが世界大戦の前後にあった変化です僕らの中でも。 第二次大戦で日本,日本人の、うん、なんか意識というのはさっき言った国家とか天皇への忠誠心から個人主義とリベラルというふうに変わりましたで同じようにですね今コロナ戦争のど真ん中なんですけどもですねなので僕らのですねどういうふうになって変わったかというとコロナ前はまだあのみんなこの価値観の中に住んでる人もい,いっぱいいると思うんですけどグローバリズムだったんですよ。グローバリズム なんででコロナ後はですね僕はホワイト社会だというふうに思ってますグローバリズムっていうのはですねあの世界は一つであってどこにでも行けるっていう考え方なんですねなので若い人であのどん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 やりたいことがあるんだったらもっと自分を試せる国に行きなさいなんですよで世界中のいいものがあったら取り寄せてそれを売りましょうなんですよね。 世界に国境があるのはまだまだ私たちの社会が遅れているからで基本的に人間にしてもものにしても国境というボーダーを越えてですね自由に移動できることが素晴らしくそれが当然あるべき社会っていうのがグローバリズムなんですね。で今僕らはまだそれの端っこにいてですねそれがもう崩れつつあるんだけどもなかなかこう認めないような考え方になっているんですよ。 だから、自由貿易とかですね自由な旅行というのが世界を一つにするしあのどんどんいいことになるというふうに思われてたんですけどもしかしですねマクドナルドからポテトの M サイズや L サイズが買えなくなりつつある今ですね年末にも一回あってまだ今週から来週にもあるそうなんですけどもいや そうなんですよ。今の社会って、今の世界ってそうなんですよね。自由貿易の前提が崩れつつあるんですよ。もちろん、そのポテトは回復しますよ。いずれ、あの、また何週間かしたら、ポテトの M. や L. は売るようになって。こんなもん、一時的なもんだっていう人もいるでしょうけど、僕ね。こういうですね。イレギュラーな不足ですか。これまでは世界中のどこからでも自由に持ってこれたんだけども。で、今、たまたまコンテナが、船が、その国の港があって、いろんな状況を。 言われてるから、一時的な気がしますけどもです、ね。このコロナ戦争によって各国それぞれのです、ね、思惑とかです、ね、管理です、ね、あのそれは健康にしても衛生にしてもが違いすぎてそれによってです、ね、そのよりグローバルであるのが当たり前だということでこの20年ぐらい世界中の流通をひたすらひたすら流れるようにしてきたものがです、ね、今崩れつつあるんですね。だから、イレギュラーな不足っていうのは、 当たり前になっていくと僕は思っています。グローバル革命 ですね、グローバル社会っていうのはそれがあるおかげで例えばその100均ですねセリアなりですねダイソーなりに100均も成立していたし日本人の僕らがですね食べる牛丼とかですね安いマグロというのもできてたんですけどもどん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 それが今週は大丈夫だったけど来週はどうなるかわかんない今月は大丈夫だけども来月はどういうふうになるのかわかんないっていう不安定な状況になってくる。グローバリズムっていうのは、はかかつてはかなり、 夢見た。夢見れた。理想の世界だったんだけども、現実はそうじゃないよね。っていうのが分かってくるのが、この3年間だと思ってきます。あの、1960年代にアメリカでですね。アメリカとかとヨーロッパでですね。ピルが解禁されたんですね。つまりあの女性用のですね。不妊、まあ、まあ。 というよりは、あの子宮の卵体かな,なんか。とりあえず生理不順もある程度解消されるし妊娠もしにくくなるというピルが解禁された1960年代でそれによってアメリカとかヨーロッパでですねセックス革命というのがあったんですね。でセックス革命があったんですけどもそれはわずか10年ぐらいで終わってその後、ですねエイズ騒動というのがあったと。つまり えー、誰とでもセックスすることっていう,の、うん、いうのがセックス革命だったんですけど女性っていうのが別に配偶者にとどまらず誰と好きな人をセックスしてもいいんだというのがですね1970年代の前半ぐらいのアメリカであったんですけどもそれはエイズ騒動で,です、ね、消えてしまって、まあ、性感染症が危ないというふうなことはもう今誰でも分かっていることですねそういうふうなことが当たり前になったんですね。 で同じくですね人とかもののグローバル革命というのはそのコロナ戦争で,す、ね、で失われつつあるというふうふに、僕は思ってます。コロナ騒動が明けたら元に戻るっていうのはさすがにねもう今言う人はあんまりいないんですよニューノーマルっていって新しい当たり前というふうに言ってるんですけども基本的にですね天皇とか国会の忠誠心っていう第二次大戦前の当たり前っていうのは戻ってこなかったじゃないですか。 で、それはニューノーマルというふうな形でっていうふうにもなんなかったわけですね。同じくですね、グローバル革命ですね。この世界から自由に人とかものが移動できるっていうのは、戦前の天皇や国家への忠誠心と同じようにですね。二度と戻らないと僕は思っています。だからといって、海外旅行にみんな行かなくなるという意味ではないんですよ。そうじゃないですよ。第二次大戦が終わっても、天皇を崇拝する人もいれば、国家をに忠誠を誓う人も。 い,っぱい,いるんですけども、日本人全員が強く信じてていたよううなな時代は、もう戻ってこないんですね。それと同じようにグローバルな社会というのが当たり前でそして若者はどん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 自分のチャンスを広げるために海外に行った方がいいんだで海外からもどんどん,どん人を受け入れるべきだという考え方 このグローバル革命の考え方あと海外からものをどんどん入れ,入れるのが当たり前で一番安い値段で入れてそして僕らの国を豊かにしようよというのはどん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 崩れていくというふうに僕は考えています。えー、ホワイト革命のキーワード3つ目ですねコロナというのは第3次世界大戦であるとまあこれがあの僕の考え方ですね。